取ろうとしていて、あの木の高いとこに、うん、そうでね、あれね、大人手伝わない、うん、優しくないの私たち。それはでも意図的、絶対に意図的に、うん、それはなんで、うん、これ毎年毎年この時期になると、うん、アケビが高いとこに絶対になっちゃう、うん、なってるから、うん、それを取るのに一苦労するんだけど、うん、あれも多分1時間とか2時間とかかかるんじゃないかな、うん、ひょっとしたら今日取れないかもしれない、うん、だけど毎年もうどうにか工夫してね、うん、まず高い長いものを取ってくる、うん、で長いもので叩いても落ちない。アケビってツルに、ツルでこう伸びて生えてるから、うん、ツルってあんまりすぐに簡単にポトンってなってくれないから、うん、こう挟んでくねってしたりだとか、竹毎年ね、うん、なんか誰かがそういうのをいろいろ考えて、うん、さっき、うん、そうだね、ここ割れてるって言って言ってた、うん、そうだからそこに挟む。え、そんなことって、うん、教えられなくて発想できるの子供って。そうね、誰かが去年とか大きい子たちが撮ってるのを見て、うんうん、なんとなく覚えてて、うん、それでどんどんそれを自分で撮りたいからやる、うん、で大人はそこに必要なくて、うん、大人は知ってるの、うん、やり方をね、やり方をね、うん、ああやったら撮れるんじゃないかなっていう知恵はあるからね、うん、だけどその知恵を教えたって子供は嬉しくなくって、うん、自分で考えてやってみて失敗して、うん、ああじゃあ次はどうしようちょっと何回も何回もやって、うん、それでやっと撮れた時、うん、1時間2時間かけて撮れた時の感動といったらなくって、うん、その時のアケビはものすっごい美味しい。うん、でもアケビって食べたことある？あるある、うん、なんかめんどくさいよね、種がいっぱいあってね、ただ甘いだけでね、うん、で多分入ってもらって、うん、もらって食べたアケビはふーん、アケビってこんなんなんだ、うん、ふーんっていう感じだと思うんだけど、うんうん、あの子たちはもう1時間も2時間も、うん、もうかけて取ったものだから、うん、もうそれはごちそうで、うん、だからなんか多分心にアケビは美味しいって残ってる、うん、ああそうか、その感動と味が一緒になっているんだ。だからただのアケビは美味しくないと思っている人もいるかもしれないけれど、うんうんうん、彼らはああやって、うん、ほんとちっちゃいのにやってるね、うん、ああやって取ったアケビの味を知っているからこそ、うん、アケビっていうものは美味しいっていうふうに記憶に刷り込まれる、うん、そう刷り込まれてると思う。すごいね、うん、でも飽きちゃいそうな気がしたりとかするんだけどね。私もね毎年ねそれ見てるんだけど、なんでだろうね、食べ物だからか飽きない。うん、飽きないで最後までやる、うんうん、私でもさっきちょっと見てるだけで、あって声をあって言いたくなっちゃう、うん、ね、うん、あそこはあれしてこうしてとかね、うんうんうん、そこはねあああってね、うん、言いたくなっちゃうけど、うん、それはあえてしない方がいいっていうか、そう私たち優しくないから。でも親がじゃあ子供が目の前でそうやってやってるのを見た時に、うん、あもう待ってるのもめんどくさいし、うん、あえてやればいいじゃんみたいに言うのはもったいない話なんだね。もったいない、楽しんじゃえばいいのその状況を、うん、あ次はどうするかな、あそう出たかって楽しめばいい、うん、で時間がなければ頑張れよってそれこそ信じる、うん、信じて、うん、またほっといてっていうのも変だけど、うん、安全かどうかだけは確認して、そうね、安全かどうか確認して、自分は違うことをちょっとして、うん、どうぐらいな感じでもいいけど、うん、あ、取れた、え、取れた、あすごい、みんなが走ってく今日は早かった。
すごいリアルにこの時に撮れるっていうのが後で聞いてみよう。うん、うん。